小学校に向かういつもの道。そこを歩く女の子が突然。穴にストンと落下。安否が心配される状況ですが。登校中の小学生たちによって見事救出されたのです。目撃されたのは今月25日、中国重慶市です。雨で濡れた歩道にマンホールの蓋が外れ、大きな穴が2つ開いています。そこに歩いてきた小学校5年生の女の子。手に持った傘を折りたたんでいたその時。傘に気を取られていたのでしょうか。女の子はマンホールに落下してしまったのです。辺りには人の姿は見えません。すると、マンホールの中から女の子が。中国のメディアなどによると、マンホールには大量の水がたまり、女の子は首まで水に浸かった状態だったといいます。近くにいた登校中の小学生たちがすぐに女の子を救出するためマンホールを覗き込み手を伸ばします。さらに2人が加わり力を合わせて引っ張り上げると、マンホールに落ちてからおよそ3分、無事女の子の救出に成功。現地メディアによると重慶市では連日大雨が降っていて、マンホールから溢れた水が蓋を飛ばしてしまったということです。